はいどうも、チャンネル川ランド川本武明です。今日はですね、こちら株式会社クオリアさんから発売されているヘイキタロウのペン置きをやってまいりました。それでは行きましょう、チャンネル川ランド。さあ、というわけで今日はですね、あの株式会社クオリアさんから発売されているヘイキタロウのペン置きをやってまいりました。いや、眠た。これはね、あのこのシリーズね、何がすごいって、もうサイクルよ。もうなんかコラボすごいしてて、気づいたらどんどこどんどこ種類が出て、これね全部集めたら大変な数になりますよ。これをね、だからもうコレクションとして全部こう並べたら、すごいもうフィギュアとしてこれ飾れます。皆さんが見てコレクションということでできるんで、だどんどんまだこのペン置きシリーズ出てくると思う。もうとにかくね、クオリティ高いんですよ、もう一個一個だ、めちゃくちゃいい。で、しかもですね、今回僕の大好きな妖怪のあのゲゲゲの鬼太郎、このコラボはもう見逃せなかったんですね。はい、なんでね、やってきましたんで、気になるラインナップ紹介したいと思います。それでは行きましょう、ラインナップ。さあ、まずはこちら、鬼太郎出ました。ゲゲゲの鬼太郎でございます。いや、これはもう不動の主人公ですからね。これはあれですよね、墓場から生まれた幽霊族の少年ということでね、まあ、いろんな設定が変わってですね、最終的にですね、悪い妖怪を退治する、ね、正義のヒーローになるというね。これちゃんちゃんこが武器になるんですよね。ちゃんちゃんこいいですよね。黒と黄色ですか、ちゃんちゃんこ投げて武器にしてね。で、妖怪が来ると妖怪レーダーでこのピーンと髪の毛が立つ妖怪レーダーで ね、もうこれは有名な、もう完璧な主人公でございますから。ほんでお父さんが目玉親父、発想なんだろうなと思って、目玉親父ですよ、すごくないですか、発想。はい、とにかくもちろん鬼太郎は欲しいです。はい、さあ続きまして、こちら猫娘出ました。まあこれはあれですか、鬼太郎でいうヒロイン的な存在ですかね。後のアニメはまたちゃんとヒロインが出てきちゃいますけどね。でもまあゲゲの鬼太郎の中では最初期はもうヒロインですからね。これでも汎用会だそうですので、はい、これはもちろん欲しいですね。セットで、鬼太郎とセットで欲しいです。はい、さあ続きまして、こちら一旦もめん、はい、これは一番欲しい。僕はこれが一番欲しいです。もう塗り壁があったら塗り壁と迷うけど、やっぱ一旦もめん好きかな。はい、さあ続きまして、こちら粉木ジジイ出ました。粉木ジジイはね、これもレギュラーですよ、ゲゲゲの鬼太郎では。でね、優しい感じじゃないですか。なんか背中掛けワーによく怒られてるようなイメージあるけど、本当はね、妖怪としてはあれですよ、赤子が泣いてると思って助けて起こしたら、だんだん重くなってのしかかられて死んでしまうっていうね。意外とね、ちゃんとおっかない妖怪なんですけど、鬼太郎ではもうね、味方ですか、人間の味方でございます。はい、さあ続きまして、こちら砂掛けババ、ね、先ほどちょっと名前出たと思うんですけど、砂掛けババ、これなんかどうなんですかね、設定が分かんないですけど、鬼太郎の世界ではあれ夫婦なんですかね、粉木じじいと砂掛けババって。ちょっと分かんないですけど、なんかそんな感じに見えますよね、なんかね。しかも鬼太郎の設定だとあれらしいですよ、あの砂って特殊な砂なんですよ。だからそれで攻撃できたり、時にはその砂で味方を回復できるんです、直したりできるんですって。知ってました？僕調べて、ああそうなんだってちょっと驚きました。はい、さあ続きまして、こちらネズミ男、まあ彼はね、まあ欠かせない存在ですよ。どっちなんだよお前っていつも思いますもん、見てて。味方なのか敵なのか、と裏切ったり嘘ついたりすごいですよ。金に汚いんだなあいつは。だからもう、でもな、やっぱちょっとたまにいい時あるしな、もう鬼太郎助けてみたりね、鬼太郎に助けられてみたり、なんかそんなずっとやってますんで、まあなくてはならない存在じゃないですかね。はい、さあそして最後はこちら、シークレット。わー、シークレットがあるのか、欲しい。シークレットは欲しいよな。ちょっとね、モザイクかけてありますけどね、シークレットなんで。これはですね、ガチャ当たらなければ後半にネタバレで注意ということでね、一瞬姿
出しちゃおうかなと思ってますんで、これネタバレ注意の方は見ないでください。最後はね、最後のね、シークレットは見ないで、ちょこっと出すんでね。はい。さあ、以上の全7種類をですね、今回はですね、3回だけガチャってまいりました。さあ、まずは行きましょう。1本目パカリー。平井鬼太郎のペン置きのミニブック、こちらね、ちゃんとラインナップ、鬼太郎、そして猫娘、一旦もめんに粉木じじいに砂かけばばあのネズミ男、そしてシークレットとなっております。猫娘いい、見てめちゃくちゃよくできてる。これほら、色の塗りいいね、質感もね、これはいい。これもう猫のペン置きとかあるんですけど、めちゃくちゃ質感いいんですよ。これもよくできてるし、もう大きいんですよね、ちっちゃくない。いや、これよくで、かわいいね。猫娘ですよ。これ汎用会でございます。これね、大好物の魚を見たりね、あと悪いことしてるの見たらね、これ目がね、猫になって口が裂けてね、攻撃するんですよ。戦闘力がすごいあるんです、この子は。ほんでね、これ今のね、猫娘めちゃくちゃ可愛くなってる。びっくりした。え、あんななってんの今みたいな。これ昔と今のこの猫娘のあれをね、比べてみてみてください。皆さん調べて、いや、なかなかすごいチェンジです。はい、すっごいでしょこれ。いや、かわいい、よくできてますよ。色の塗りとか最高です。こちらね、ペン置きということで、ペンこのね、置いてみましょう。ほら、こうやって置けるんですよ。ほら、力持ちになっちゃって、なんかこれあれです、 iPad のペンですね。はい、ちゃんとこうやって持てますんで、しかもちゃんと立つんで、これ、はい、ペン置きでございます。ああ、落ちた。でも落ちない、ちゃんとやったらもうちゃんと置けますんで、皆さんね、心配なく。はい、続きまして2本目。パカリーね。今カプセルが出たじゃないですか。カプセル今ね、ガチャガチャって黄色とかで色、カプセルでね、キャラクター分かれてるんですよ、色が。だからね、違うんだとか分かるんですけど、まあ、楽しみ方としてね、カプセル出てきた時に、あ、この色ってあのキャラじゃないとか、当ててみるのもいいかなと思って。ええ。はい、2本目紹介する前にこんなこと言ってすいません。なんか、すいません。ネズミ男、いいね、ネズミ男、嬉しい。あー、出来いいよ、これ。出来がいい。ほら、ここでちゃんと置ける。わー、質感もほんと触ってほしい。質感もいいし、大きさもいいんですよ。ほら、この感じ。ネズミ男。いや、いい。これはいいね。後ろこんな感じで、こう、足の裏もちゃんとできてる。いや、いいな。これ、黄色いバージョンですね。これ、アニメの何作目かで黄色だったんじゃないですかね。僕はやっぱりネズミ男といえば、グレーですよ。灰色。だけどね、黄色もなんかポップで可愛いですよね。めちゃくちゃいいんじゃないですか、これ。ネズミ男も汎用会らしいですよ。はい。で、知ってます？ネズミ男って、ビビビのネズミ男っていうらしいですよ。ビビビのネズミ男。あ、そうだ。猫娘が、あれですよ。この間からニャニャニャの猫娘って言われてるらしいですよ。ビビビのネズミ男、ニャニャニャの猫娘。言いづらいわ。で、ゲゲゲの鬼太郎。ネズミ男いいね、よくできてます。じゃあこれもペン置きましょう。はい、ちゃんと持ちます。いいっすね。はい、ペン置き。続きまして3本目。あー、バカリー。一旦もめん、うーわ、いい、よくできて。一旦もめん、めちゃくちゃ良くないですか。なんかこの躍動感っていうか、この躍動感あるでしょこれ。うわー、これなんかオブジェみたいな、なんかねえ、彫刻の森にありそうな感じになっちゃってますよ、これ。彫刻の森にあるよ、これ。一旦モメントしてじゃなく、銅みたいな色でありそうな。これ、ここで持つの、上じゃないんで、一旦モメント、ここなんだ、持つの。これ、九州の妖怪なんです。九州弁ですもんね。福岡とかなのかな。九州の妖怪で。これ、女好きらしいですよ、設定。女好きで、女の子を見かけたら速攻で、口説きに行っちゃそうです。女好きだって、いつから女好きの設定になったんだこれね。え、女好きだって。いや、いいね。一旦もめん、これ持たせてみようよ。早速ペンが白いからいいでしょ、ほら。
目見えなくなっちゃった、目見えなくなっちゃった、一旦もめ目見えたいよこれ、目ちょっとこれ太いわけじゃないから、このペンシル目見えない、ああ目見えない、並べました。こんな感じ並べるとめちゃくちゃよくできてます、ちゃんとペンもね乗せられますんでね、バランス、あバランスが、あみんな倒れたさあというわけで今日はですね、株式会社クオリアさんから発売されてる平気太郎のペンをやってきました。いやいいですね、ねえこれとにかくね、このペン置きはですね、質感、肌触り、色の塗り、そしてクオリティ全般的に高いです。めちゃくちゃいいのでぜひやってみてください。これすごいいいから本当にね、もうできれば鬼太郎欲しかったな、欲しかった、鬼太郎できればっていうか、この中に鬼太郎いないの変でしょ、逆にもうむしろ、うわ欲しいな。あそうだ、あとシークレットですよね、これどうしましょう、こっからちょっとネタバレ注意ですよ、シークレットちょっとね姿見てみたいと思います。こちら、はいこれでございます、シークレットね、え鬼太郎に目玉おやじがついてる、これめちゃくちゃいい、これはめちゃくちゃ欲しいんでね、皆さんぜひとも目指してやってみてください。はいというわけでね、この動画少しでも良かったな、役に立ったなと思っていただいた方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネルカワランド川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。Ha ha ha!